はい、こんにちは、カッパパです。いつもね、動画を見ていただいてありがとうございます。今回は、クッカーもらったり買ったりして溜まってきちゃったんで、いくつか整理しました。で、その中から5つ、最近よく山登りで使ってるやつをご紹介します。はい、まず最初はこちらです。メーカーはエバニューで、品名はチタンクッカー深型 S セラミックと言います。こちらだけの動画ってね、まあ、過去いくつか出してるんで、まあ、詳しくはそちら見ていただきたいなと思うんですが、材質はね、その名前の通りチタン。はい、容量は 640ml。で、重さは、まあ、これで 120g と非常に軽いです。で、こちらの特徴はね、まあ、先ほど言いました通り、とにかく軽いということと、あとまあ深型なので、まあ、この中ね、ガスとかバーナーとかを収納することができます。入るガスはこの110の缶ですね。あとこれがバーナーです。これはプリムスの P115 です。一番ちっちゃいやつ。それとこれが予備のライター。あとはこれがガスの足ですね。はい、それでは入れてみましょう。まあ、これが入りまして、まああとはね、適当に入れても入るんですけど、こうですね。はい、余裕で入っちゃいます。で、僕はまあこれ単体で持ってく場合もありますし、まあ株ママと一緒の時にはこちらのカップですね。これもエバニューの 400ml のカップ FD400 っていう名前だと思うんですけど、それプラスこのカップの蓋、こちらを持っていくことがあります。ちょうどね、これスポッと入るんですよ。で、この蓋も下にね、敷くことができて、まあ、こんな感じでね、持っていくことができるんで、ちっちゃいザックにもね、簡単に入っちゃいます。はい、こちらはチタンクッカー深型 S セラミック。一言で言うと最小セットですね。次はこちらです。はい、こちらはね、メーカーは MSR です。で、名前がね、トレイルライトソロクックセットと言います。このハンドルがね、こういう風に開くんですよ。で、こういう風に蓋が開きます。まあ、蓋にはね、いろいろ水抜きとかがついてます。で、材質はアルミです。で、容量は 1300ml で、重さが 204g あります。で、こちらはですね、先ほど商品名でトレイルライトソロクックセットっていう風に言いましたけど、まあ、どこがセットなのということなんですが、こちらにはね、専用のカップがつきます。これがちょうどね、内側にぴったり収まります。先日も日光白根で、まあ、これでラーメンを作ってね、カブママと食べたんですが、ちょうどこういう風な感じで、まあ、こっちで作ってこっちに開けてっていうね、まあ、2人で食べることができます。あと、こちらのセットには実はね、こういうものがつくんですよ。これが一応ね、カップなんですよ。変な形してるでしょ正直言ってね、これ一回も使ってないです。なんか使いづらそうなんで。それともう一つね、これはよくバラ売りで売ってますけど、 MSR のスプーンですね。これがついてます。まあ、セット売りの場合はこういう風に入ってます。これが中に入って、で、スプーンがここに入ってね、で、こういう風に売ってます。まあ、確かにね、ソロセット一人分のセットなんですけど、ちょっとこの2つが使いづらいんで、僕はこれを外して、先ほどのようにね、まあ、ガスとかバーナーを入れるようにしてます。ちょっと入れてみますね。これガスが入るでしょ。で、この隙間にこれストーブはね、これは外のウィンドマスタープラス4本ごとく、この組み合わせを入れてます。で、予備のライター、あと足ですね。ここでね、ピタシ入っちゃうんです。コンパクトな上にですね、この中にボールが入ってますから、要は2人分の食器にもなりますし、特に山頂でラーメンを食べるとかね、まあ、そういう時にはもうこちら欠かせないですね。はい、こちらがね、 MSR のトレイルライトソロクックセットです。まあ、一言で言えばね、山頂ラーメンですね。はい、続きましてこちらです。はい、こちらもね、エバニューの製品です。で、品名がチタンクッカー3セラミックという、まあ、クッカーですね。はい、開けてみますと、内側がね、このような感じでセラミック加工になってます。
でセラミック加工っていうのは焦げ付き防止とかそういう加工ではなくて洗いやすいとかね、まあ、そういった加工ですのでテフロン加工のように、まあ、焦げ付かないとかそういう意味ではありません。で材質はその名の通りチタンです。で容量が 1300ml、 重さが、まあ、蓋込みで 170g です。まあ、ソロにしては大きい鍋ですね。やっぱりカブママと2人で3個いきますので、まあ、2人用にはちょうどいいですね。こちらのクッカーは一回り小さいですね。900のモデルもあります。ですのでこの900のクッカーが、まあ、内側に入ってですね、まあ、このような形で収納することが可能です。じゃあね、先ほどのようにこのクッカーの中に入れてみましょう。まずガス、ストーブ、ライター、あと足、はい、もう余裕ですね。隙間空きまくりですねこれやっぱりね、いろんなものを入れるってことで言えばこの1300ぐらいが非常にいいと思います。まあ、先ほど言いました通りね、僕はカブママと2人で行くことを前提にクッカーを選んでるんですが、ソロで行っても1300から1400ぐらいの容量があればね、例えばね袋ラーメン煮た時も煮こぼれとかね、まあ、しにくくなりますし、若干ね大きめのクッカーを選んでおけば、まあ、2人で行くことになってもね対応できますので、おすすめです。でこちらのチタンクッカーは、まあ、こういう風な幅広ってこともありますので、非常に鍋料理なんか作るといいですね。これで思い出すのはね、何年か前徳沢のキャンプ場でカブママがこれで水筒を作ってくれたんですよ。でそれがね非常に美味しくてね、癖になって作ってもらってるんですけど、鍋物ですね、まあ、そういったものに最適かもしれません。はい、続いてこちらです。じゃん。はい、こちらねもうね説明することもないぐらい有名なトランギアのメスティンです。これ大きい方ですね、ラージメスティンになります。でちょっとねカスタムしてまして、まあ取っ手がねこれを透明にしてるってこともそうなんですけど、中ですね、中がねこのような感じで焦げ付き防止の加工をしてます。もちろんトランギアの純正では、まあ、このような、まあ、いわゆるテフロン加工はされてないんですが、快速旅団っていう、まあ、通販サイトがありまして、そこにお願いしてこういったものを作ってもらいました。で材質はねこちらはアルミです。容量はこのメインの深鍋の方が 1350ml で、重さが 280g あります。でこちらの特徴はね、まあ、何せ見ていただいた通り、まあ、本体にも蓋にも焦げ付き防止をしているということですね。僕は山登りの動画もそうですけど、キャンプ動画も結構出してるんですが、そのキャンプ動画には、まあ、必ずと言っていいほどこのラージメスティンが登場します。こちらでねすき焼きをやったりね、お寿司を作ったり、まあ、これがねもちろんフライパンの代わりになりますから、まあ、ハムエッグを作ったりね、まあ、肉を焼いたりね、まあ、いろんなことに使ってます。はっきり言うともう万能の調理器具ですね。で今までね紹介したクッカーと同じように、まあ、この中にガスとかねバーナーを入れるんですが、まあ、例えばね、まあ、ウィンドマスターを入れてライターを入れて、これ足ですね、まあ、入れるとねこんな風になるんですが、ここにガス缶を入れます。そうするとね、まあ、出ちゃうんですよで黒いキャップをね、まあ、外しましても、このガスの口が出ちゃうんでね、このように蓋をしてみますと、やっぱ若干ですけどねガスの方が浮いてるんですね。このテフロン加工の蓋を傷つける恐れがあるということ で僕の場合はこのOD缶を中に入れないでね、これは別に持ってくようにしてます。こちら最後になります。はい、ちょっとね黒っぽいのが出てきましたけど、これはもう皆さんねお分かりの通りスノーピークのチタントレック900と、まあ、言うね、まあ、昔からあるクッカーです。まあ、材質はその名の通りチタンで、容量が 900ml です。で重さが蓋込みで 175g。 もうここしばらくね正直言うと使ってないんですよ。これ最後に使ったのは多分ね 5,6 年前だと思うんですけど、でこれはねどうもね処分できないっていうかね、人にあげたり売ったりちょっとできないぐらい、これいろんな愛着がありまして、今回残しとくことにしました。はい、こちらもねガスとかバーナーを入れてみますとこうなります。
こんな感じでね、まあ、余裕で入っちゃいますね。縦長のクッカーだけあって非常にあの収納性はいいですね。ただ問題がね1個だけあるんですけど、やっぱチタンクッカーの特徴なんですが、お米を炊くとかね、なんか物を焼くっていう時にやっぱ焦げやすいんですよ。もう随分ね前のことですけど、山登りでこのトレック900メインでやってた頃っていうのは、肉を持ってってね山頂で焼くなんてことを普通にしてたんですけど、その時ねこちらでやるとねいつも焦げ焦げだったんですよ。汚れ落とすのがめんどくさくてね。でこの大きさに合うフライパンないかなと思ってね、まあ、当時山道具屋さん行ったらねこんなものがあったんですよ。はい、これもねだいぶ古いフライパンなんですけど、これもね処分せず持ってました。これちっちゃいでしょ。ちょうどねトレック900の蓋と同じ大きさなんですよ。このフライパンはねメーカーはユニフレームのもう今やね廃盤になっちゃってないんですけど、ちょっと直径が10センチぐらいですね。でねこれはねどういう風に収納してるかというと、まあここは普通に蓋をかぶせるんですけど、この下に入れちゃうんですよ。これねもうまさにねジャストフィットでね測ったようにぴったり。まあ、今後ねこれ使うかどうかってまた別の話なんですけど、昔の記念としてね取っとこうと思ってます。以上ね皆さんに見ていただいた通り、こちら5つのクッカーのご紹介をさせていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。カパパでした。